吉本工業ホールディングス株式会社は、マネジメント、プロモーター、テレビ、ラジオ番組制作、演芸の工業などを行う企業グループ、吉本工業グループの持ち株会社。大阪府大阪市中央区と東京都新宿区に本部を置く。通称、吉本、吉本。1912年4月1日の創業以来、2007年9月30日までは、 日本の芸能プロダクションで95年半の最も古い歴史を持っていたが2007年10月1日から持ち株会社制へ移行し同社の事業部門は吉本クリエイティブエージェンシー吉本デベロップメンツ吉本アドミニストレーションにそれぞれ分社化され吉本を名乗る芸能プロの歴史は吉本クリエイティブエージェンシーに引き継がれたかつては吉本工業として 東京証券取引所に上場していたが、2010年に上場廃止。その後 TOB が行われ、在京、在阪の主要民放局などが主要株主となっている。日本経済団体連合会、日本商品化研協会加盟。明治末期の創業以来110年以上にわたり、古くは、初代桂春男児、横山円達、花火市アチャコ、柳屋金五郎等から、 現在のアカシア・サンマ、ダウンタウン、今田工事、東野工事、ナインティナイン、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、下降り明星等に至るまで、東西南北の多くの超人気芸人等を排出してきたお笑い界、演芸界の名門。テレビ番組制作、劇場、芸人養成スクールを手掛け、お笑い芸人のマネジメントでは圧倒的強さを誇る。 また戦前は巨人軍を他社と共同で設立して早々期のプロ、野球界を支え、戦後は日本プロレス協会を立ち上げて力道山をスターにし、近年はスポーツ選手のマネジメントを数多く手がけるなど、スポーツ界とのつながりも深い。もともとは全国で寄せ劇場、映画関係営を手掛ける工業会社であり、戦前は小畜、東宝、 吉本で三大工業資本と称された。東京の二大落語家団体の一つ、落語芸術協会の創設者でもある。現在は芸能プロダクションを中心とし、テレビ番組制作会社、CS 放送やケーブルテレビ向けのテレビ局、不動産事業などを参加に抱える業界最大手の複合企業である。お笑いの総合商社、 日本最大の芸能プロと言われ、芸能界における絶対的な権威から、今や、吉本なしでは、番組が作れないとまで言われる。創業者の姓を取り、吉本と名乗っているが、現在は、オーナー経営ではない。大株主には、富士メディアホールディングス、電通、BM 創建、体制土地、体制建設などが名を連ねている。銀行系列は、特にないが、 旧大和銀行系の大輪会に参加している。現在も、リソナ HD との関係は続いている。梅田の大地主として知られ、現在は、ダイヤモンド地区に高層ビルを構える吉本家とは、資本、人材ともに無関係である。芸能事務所としては初めて証券取引所に株式を上場したが、安定株主のもとで経営を行いたいとの意向から、2009年9月11日、 クオンタムリープ、放送局、創業家資産管理会社など14社が出資する投資会社、クオンタムエンターテイメント株式会社による TOB を実施し、株式上場を廃止する方針を発表。事実上のマネジメントバイアウトを実施した。2019年6月に開催された定時株主総会での了承を得て、吉本工業ホールディングス株式会社に称号変更。 株主名は公式サイトによる、創業者の吉本聖創業は1912年4月1日。始まりは、吉本吉兵衛、聖夫婦が大阪市北区天神橋にあった第二文芸館を買収し、寄せ経営を始めたことであった。翌1913年1月には、大阪市南区笠谷町に吉本工業部が設立される。1915年には、 三家の短石のほとんどを、花と咲くか、月と陰るか、すべてをかけて、との思いから、か月と解明し、か月派を結成。吉兵衛、政府祭は、カツラ派、三遊派の二大勢力の争いが三遊派の勝利に、ほぼ確定していた1921年に、非主流の何は落語反対派と提携して、勢力を伸ばし、後に反対派を吸収。そして翌年、 三遊派の象徴とも言える寄せ、公売艇を買収して三遊派も吸収、情報園芸会全体を掌握することになる。しかし、1924年に、大蔵が急性心筋拘束で死去し、若き未亡人生が経営を背負うことになるが、生の二人の弟の林昌之助が大阪で、林博隆が東京で活躍し、退化なく経営を続けることができた。 その後、大正時代には大阪だけでも20余りの寄せを経営し、京都、神戸、名古屋、横浜、東京などにも展開していた。1948年、創業者の吉本聖書代、春男児当初は、当時の林翔之助総主配人が、ラジオでただで芸を聞かせたら寄せに客が来なくなるとして、専属芸人のラジオ出演を固く禁じていたが、 1930年12月7日に、落語家、初代、桂春男児がその金を破って、ジョブックに初出演。吉本は金を破った、春男児の寄せ出演を固く禁じたが、その後しばらくして春男児が寄せに復活した途端に、客が押しかける様子を見て、専属芸人を放送番組に出演させることが、結果として、自らの営業利益につながることを知り、 1934年5月4日に、ジョブックと吉本は、和解を果たした。1930年には、漫才専門の寄せ子屋、南洋館を開館、当時としては破格の値段10銭という、安い入場料で、横山円達、花火市あちゃこ、足の矢岩玉、林田十郎、桜川松子、花子、宮古屋文雄、静代、秋田エ介スケビースケらが出演し人気を博す。 林田十重郎と足の親がんだままた大正末期より東京、横浜への進出を開始し、1922年1月には神田の寄せ、川竹邸を買収して、神田花月として会場、同年5月には横浜伊勢崎町の寄せ、新富邸を手に入れている。昭和に入ると、浅草公園6区の工業街への進出に本腰を入れ、昭和座、 公演劇場、満星座を次々と手に入れた。1935年11月には、東京吉本の本拠地となる、浅草ヶ月劇場をオープンさせている。また、1932年3月1日に、吉本工業部を改組する形で、吉本工業合名会社が発足すると、正式に、東京支社を開き、林博隆が支社長に就任した。以後、大阪吉本を、 林翔之助が東京吉本を林博高が率いる体制が確立する。同年には漫才の名付け親として知られ、後に同社の社長にもなった橋本哲彦。1934年には漫才作者として名高い秋田実が入社した。左から横山円達、秋田実、古川六波あきれた、ボーイズ、上から増田キートン、サザンカ、 キワム、坊や、サブロー・東京ヨシモトは、伝統的演芸路線を取る大阪ヨシモトと異なり、徹底した、モダン、ハイカラ路線を打ち出した。浅草花月オープン時には、流行歌手の庄司太郎や、タップダンサーのマーガレットユキを出演させ、映画を上演し、デビューのヨシモト賞を上演している。専属のバンドと、歌手、30人以上のダンサーチームを抱える、ヨシ賞は、 やがて、浅草花月の目玉となり、ここからの地に、タ田吉尾、坊谷三郎、増田キートン、柴敏秀による、ボーイズの元祖、呆れた、ボーイズが誕生した。呆れた、ボーイズ以外にも当時の東京吉本は、柳屋金五郎、柳屋三木松を筆頭に、石田市松、長田キング、木下花生、松井緑星、友野淳三郎ら多くの東京の人気芸人を、 専属に抱えていた。タップダンサーの中川三郎や姫宮節子、元祖外国人タレント、ミスバージニア、喜劇王、シミキンこと、清水金一、コメディアンの坂井俊二、木戸慎太郎、泉和介、杉平介も当時、東京吉本に所属していたことがある。石田一松万淳三郎東京吉本を率いる、林弘隆は、欧米の視察経験もあり、 当地のエンターテイメント事情に明るく、吉本を色物主体の演芸会社から、ジャズやタップダンス主体のバラエティショーを主軸とする工業会社へ近代化させようとした。ジャズ評論家の瀬川正久によれば、当時東京吉本の文芸部には、佐藤八郎や義大輔など多子祭の作家人が在籍していたが、中でも長年、吉本賞の脚本を手掛けていた岩本正夫は、 早稲田大学文学部出身で、英語にも堪能であった。そして松井緑星が、アメリカのミュージカル雑誌の切り抜きを始終持ってきては、岩本がこれを本案し、さらには、新しい欧米映画を何度も見て、ネタを拾っては、脚本を書いたという。1940年には、谷口も、またこの時期、吉本工業は、スポーツや映画といった、演芸以外の分野にも、 積極的に進出している。1934年には、勝利木松太郎の温度の下京成電鉄や東芝などと共同出資して、プロ野球球団の第2本東京野球クラブを設立。林翔之介を球団の役員に送り込んでいる。また1933年には、吉本の社内に映画部を設立。1935年には、映画会社、 東方の前身の一つである PCL 映画製作所とさらに翌年東方映画配給と提携し、1936年には林翔之助が東方映画配給の取締役に就任している。こうして横山円達、花火市アチャコ、柳屋金五郎ら吉本所属の喜劇人の映画が続々と東方から封切られることになった。また本業の演芸部門でも 東方との合弁企業、東方園芸を東京に設立し、東京での園芸工業にも一層注力することになった。その一方で、当時三大工業資本と言われた、松竹、東方、吉本のうち、東方と吉本が急接近したことは、松竹を刺激し、松竹参加の振興キネマによる、後日の吉本芸人の引き抜き騒動を引き起こすことにもなった。 三木松金五郎この1935年前後が戦前の吉本工業の最も華やかな時期だったと言えよう。東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の6大都市に47館の直営劇場、寄せ、映画館を所有し、所属の芸人数は約1300人に上った。プロ野球の球団経営や映画制作を手掛け、1938年には、 大阪名物と歌われた新世界の通天閣を買収した。一方、寄せの舞台や映画のスクリーンでは、横山円達、花火師あちゃこ、柳屋金五郎、柳屋三木松、川田吉尾の吉本の古大スターが人気を競った。ちなみに、戦前の吉本で最も高級をとっていたのは、金五郎と言われている。若菜、一郎しかし百三十九年には、 吉本を揺るがす大事件が起きる。いわゆる信仰引き抜き騒動である。松竹が冒険の映画会社信仰記念馬に演芸部を設立させ、吉本の人気芸人を引き抜きにかかったのである。その背景には、前述のように当時の三大工業資本のうち、東宝と吉本が急接近したことに松竹が反発したことがあった。 当時引き抜きに応じて吉本から新興キネマに移籍した芸人は大阪吉本では漫才コンビのミスワカナ、玉松一郎、松葉角、松葉屋吉久め、西川日の出桜など東京吉本では川田義雄を除く呆れたボーイズ、東京漫才の若手、甲子マラッキー、味噌のセブンなどであった。川田が吉本に残留したのは当時 吉本賞の踊り子、桜文子と結婚したばかりであり、その売借人を、林博隆、東京支社長に引き受けてもらったために、吉本に恩義を感じていたからと言われる。結局川田は、新たに、音楽賞、川田義夫とミルクブラザースを結成し、地球の上に朝が来るの、テーマソングで人気の巻き返しを図った。またミスワカナの抜けた穴を埋めるために、 1942年、旅回り一座から、後の宮古町長がスカウトされ、吉本入りしている。1937年の日中戦争の開始、1941年の太平洋戦争の開始と戦時下の締め付けの強化は、吉本の展開にも暗い影を投げかけていった。当局の台本への検閲が厳しくなり、レビューへの風当たりもきつくなっていった。 1941年には、吉本省は、吉本学劇隊と解消させられている。円達あちゃこ吉本は一方で、当時の国策に協力することで、戦時下を乗り切ろうとした。1938年からは、大阪朝日新聞と協力して、わらわしたいという戦地問題を結成し、円達、あちゃこ金ン郎を 三木松ら自社の人気芸人を続々と中国大陸に派遣した。また1941年、情報局や大西翼3会の主導により、日本移動演劇連盟が設立されると、吉本移動演劇隊を結成して、これに加盟し、全国を順延した。さらには、映画制作においても、金ンゴ主演のプロペラオ父ジのように国策に沿った喜劇映画を数多く制作した。 そして1943年、当時所有していた大阪の通天閣が出火で焼けると、復旧工事を止めて通天閣を解体し、政府に軍需資材として建納した。1943年、映画館の火災で損傷した初代通天閣五代目昇格二代目春団治他方で、戦争が泥沼化し、本土への空襲も始まると、吉本は物的、人的にも、 大きな打撃を被ることになった。1945年3月の東京大空襲では、神田花月と高等花月が消失。神奈川県下に所有していた劇場も度重なる、空襲で全て失い、関東地区における吉本参加の劇場で終戦時に残ったのは、浅草花月劇場、浅草大都劇場、銀座前線座の三館のみであった。地元大阪でも、 相次ぐ空襲で本社をはじめ所有していた余生や劇場、映画館のほとんどが瓦が礫と化した。また出生していった所属芸人の戦士にも見舞われた。こうした混乱もあり、吉本興業は終戦直前に花火師や茶工を除く全所属芸人との専属契約を解消するに至った。ただし専属契約の解消時期については、 戦後の1946年から1947年、五郎とする見解もある。1946年秋に、大阪で行われた五題目、昇福亭昇格主催の落語会に二代目、桂春男次が出演しようとした際、本番直前に会場に、林翔之助が現れ出演を差し止めた現場を三代目、桂米長が目撃しているため、この時点で、 まだ専属契約が有効であったとする評論家もいる。いずれにせよ、終戦直後の混乱の中での契約解消であったことが伺える。終戦後、吉本工業は演芸による復興を諦め、映画の制作と上映に活路を生み出すこととなった。そして1948年12月に、風切り公開された大英映画、大島城和を皮切りに、次々と映画を制作していった。 また所有していた寄せ、劇場の多くも映画館に切り替えた。さらに1946年10月には、京都で新中軍専用のキャバレー、グランド京都をオープン。こうしたいち早く自流の流れを読んだ、吉本経営陣の読みは当たり、吉本工業の経営は軌道に乗っていった。1948年1月7日に、吉本工業株式会社が発足している。 1949年5月14日に大阪証券取引所、1961年10月2日には東京証券取引所に上場した。その一方で、1950年3月14日には創業者の一人であり、芸人にお生産と呼ばれて慕われた吉本生が死去した。一方、林広隆率いる東京吉本は、戦後の1946年10月、 吉本株式会社として正式に大阪の吉本工業から分離独立した。銀座に本社とスタジオを構え、東京、横浜の劇場、映画館経営とともに、デビュー当時のエリチエミのマネジメントやリード動山のプロレース工業を手掛けていった。チエミの場合は、父親が戦前の吉本賞のピアニスト、久保マ夫を母親が喜劇女優。 谷崎敏子であり、両親ともに、東京吉本の所属だった。さらに1946年11月には、映画会社、東映の前身の一つ、大野泉映画を設立。東京練馬区大泉に、映画スタジオを創設して、肉体の門など数々の映画を制作した。また戦後の、浅草花月は、浅草公園ロックの他の劇場と、同様、 ストリップや大江道子の女剣劇を上演する。一方、引き続きトニー国、ユリトール、ウンのカツオ、ショパンイカリラ、多くの東京の芸人を出演させ、人気を博した。トニー国しかし、浅草公園ロックの工業街のその後の急速な、社用化は、浅草花月を、はじめ多くの劇場、映画館を当地に持っていた、東京吉本をも襲うことになる。東京吉本こと、 吉本株式会社は業績が悪化し、最終的には会社構成法の適用を受けるに至った。他方、映画館経営を主軸としてきた大阪の吉本工業は、昭和30年代に入ると、テレビの流星と映画の衰退を見据えて、演芸部門を復活させることになった。落語や漫才の主力芸人は、戦後いち早く演芸を再開した松竹系に取られていたため、 コメディを中心にすることにし、それをテレビで中継させて、客を呼ぶ作戦に出た。いわばテレビ時代のビジネスモデルを目指したわけである。そして1959年3月1日、手持ちの映画館を演芸場に改装して、梅田花月として会場、演芸再開に乗り出した。演目は、花火市あちゃこ主演の吉本バラエティー、名月赤城山であり、 梅田花月会場と同時に、テレビ放送を開始した毎日放送と提携し、同社に舞台中継させた。当初は、所属芸人がおらず、笹十郎、佐川一郎、大村アアコン、芦屋小眼といった、東方系のコメディアンや、中山千夏、雷門五郎といった、既存のスターのほか、千日劇場の芸人をレンタル、したり東京からの客演でしのいだ。その後、吉本工業は、 直営の映画館を演芸場に改装する形で、1962年には京都花月を、翌1963年には南馬花月を開場。吉本バラエティは、1962年には吉本新喜劇と名前を変え、白木実、平三平、ルーキー新一花木慶、岡八郎、原哲夫、桑原和夫、在津一郎らスターを続々と生み出していった。 昭和40年代には、落語や漫才でも、吉本所属の若手芸人が育ち始め、メディアと連動する形で、若者の人気を得ていった。まず若手落語家の小福亭二角が、ABC ラジオの深夜番組で人気を得、続く毎日放送の番組、歌え、MBS ヤングタウン、ギャングを、おで、同じ吉本所属の若手落語家、 桂ツラ氏が人気者となった。さらにこの頃より、横山康氏西川清史、コメディナンバーワンら吉本所属の若手漫才師も、ヒットでヒット、バチョンと行こう爆笑寄せといった番組の出演により、若者の圧倒的支持を受けるようになっていった。こうした売れっ子芸人でも過月劇場チェーンには欠かさず、出演したため、過月劇場の観客動員にも一役買った。 こうしたメディアミックスを多用した手法で所属芸人と共に吉本自体も急成長していったのである。一方で特筆すべきは高山正幸を看板スタートした王将大鼓という日本芸能開発の和太鼓集団を大阪の新しい名物として売り出しに全力を注いでいたことである。また、あまり知られていないが1972年にヒットした。 宗衛門町ブルースを発表したのが梅田花月であった。このように吉本興業は落語、漫才、コメディの分野で若い人気芸人を次々と排出していった一方で、ライバルの松竹系の松竹芸能は、老齢の重鎮クラスの芸人が多く、世代交代が進まなかったこともあり、昭和50年代に入ると、情報演芸会の主導権は再び松竹系から、 吉本工業へ移っていった。特に1980年の漫才ブームで、ザ・ボンチ、島田信介、松本隆介、赤石ア・さんまら吉本工業から、全国区の若手人気芸人が続々と出た一方、小竹芸能は、春安子、慶子を除くと、全般的にブームに乗り遅れたことで、それは、決定的になったと言える。以後、吉本工業が、 上型の演芸会を支配する構図が今日に至るまで続いている。東京都新宿区新宿にある吉本工業東京本部。並行した区立四ツ谷第五小学校の校舎を再利用している。そして吉本工業は1980年木村正夫所長として東京連絡事務所を設置、東京吉本の再興にも乗り出した。 1980年代は純粋な東京吉本出身の芸人は野沢直子ぐらいであったが、1990年代以降、吉本が銀座七丁目劇場、渋谷公園通り劇場、ルミネザー吉本、人保町花月、吉本プリンスシアターと次々と東京に劇場をオープンさせたことに加え、吉本総合芸能学院の東京校が開校したこともあり、 ロンドンブーツ1号2号、ペナルティ、品川昭治、ロバート、インパルス、森美中、オリエンタルラジオなど、東京吉本出身の芸人が続々と育ち、2000年代、あたりからテレビを席巻しつつある。現在、東京吉本は、新宿区新宿に本社ビルを構え、所属の芸人数、社員数、売上高などから見ても、大阪吉本と肩を並べる存在である。 さらに、吉本工業は1980年代末以降、名古屋、福岡、札幌、広島日社、または事務所を続々と開いていき、地方のテレビ局への食い込みを図るとともに、ローカルタレントの育成にも乗り出した。岡山や仙台のように撤退することになった地方もあったが、そうした地方の吉本所属のローカルタレントの中から、札幌吉本出身の高都市、 アップダウンや福岡吉本出身の博多花丸、大吉、バッドボーイズのように全国区で活躍するものも出てきている。吉本工業は直営劇場を東京に2つ、大阪に3つ、さらにテレビ番組収録用のホールを東京、大阪に各1つ持つに至り、所属タレントは約800人という陣容になった。全国に直営劇場、寄せ。 映画館を47館持ち、所属芸人は約1300人という戦前の前世紀には未だ及ばないものの、依然として、総合娯楽産業のオスであることはことを待たない。また芸人だけでなく、一般の社員の採用、育成に力を入れている。さらに、工業以外にも多くの事業を展開していることから、総合娯楽産業の中心という見方があり、 就職先としても人気が出ている。ただ、社員になれば芸能人に近づけるという動機での死亡者も少なく、なく、新入社員説明会には、冷やかしの参加者が増えたためか、有料化したこともある。社員教育は徹底しており、マネージャーはあくまで所属芸人のマネジメントをする人間であって、付き人ではないという考えから、荷物持ちなどの雑用はしないようにと厳命している。また、 弟子を持っている芸人、タレントに対して師匠と呼ぶことも禁じている。積極的な事業展開が目立つのも特徴である。2005年には、吉本工業やフェイス、ファンダンゴ、インテルなどが出資する戦略グループ会社として、株式会社ベルロックメディアを米国に設立。同時に、日本法人も立ち上げ、日米でメディアの多様化に合わせ吉本グループのコンテンツを活かした。 新たなビジネスモデルを構築しつつある。2010年代以降は、ネットフリックスやアマゾンプライムといったネット配信サービス向けオリジナル番組の制作、配信を積極的に実施している。さらに、2007年10月1日には、持ち株会社に移行し、マネジメント、制作、営業統括部門を、株式会社、吉本クリエイティブエージェンシー、不動産賃貸、 その他の事業統括部門を株式会社吉本デベロップメンツ、経理、人事などの統括管理部門を株式会社吉本アドミニストレーションにそれぞれ分社、ファン団子を株式交換で完全子会社化し株式会社吉本ファン団子としている。2008年お笑い女性アイドルグループ吉本グラビアエージェンシーを結成。後に メンバー交代に伴い正党派のアイドルグループへと方向転換した。2009年、アメリカ大手のエージェンシークリエイティブ、アーティストエージェンシーと業務提携。また、同年、沖縄国際映画祭を共賛開催し、五里の監督作品を制作、上映。吉本は、従来から所属芸人が出演する映画の制作は行ってきたが、近年は、 松本人志作品をはじめとした芸人監督作品に力を入れている。2010年には吉本工業と経絡産業の合弁会社である巨楽吉本ホールディングスが運営し、秋元康プロデュースによる NMB48 が東京、秋葉原の AKB48、名古屋、栄の SKE48 に続く地域アイドルとして大阪、難波に誕生した。 2011年には、あなたの町に住みますプロジェクトスタート。2012年には100周年を迎える。2014年に映画の制作、配給、宣伝を中心とした業務を扱う株式会社活動を設立。代表取締役に映画プロデューサーの奥山和義が就任。2015年に、洋画の配給に進出することを発表。第一弾は、 マイケル・ファスベンダー主演の映画マクベスで2016年夏公開予定。2017年には吉本興業は国連が行っている SDGs に参加、提携をして国連が取り組んでいる環境対策の取り組みに参加し、後にこの活動が認められてジャパン SDGs アワードで特別賞を受賞した。2018年に秋元康プロデュース、 吉本坂トザカ46結成が発表された。2018年には、吉本工業は、グラミーン銀行の総裁の社会起業家のムハマドユヌスと、共同出資で脱貧困と、格差社会を減らすためのマイクロクレジットの会社のユヌス、吉本ソーシャルアクション株式会社が創立をした。二千十八年三月十八日は、ムハマドユヌスが来日して吉本とのマイクロクレジットの、 事業を行うように協力をした。他に、ムハマド・ユヌスに似たキャラクターユヌス君が登場している。2019年に、BS デジタル放送の新規参入を開始。2021年12月1日に、吉本チャンネル BS デジタル放送開始予定。2015年9月1日付で、資本金を約125億円から1億円に減資し、法人税法。 租税特別措置法上の中小企業となった。吉本側は取り崩した資本金は中長期的な投資に回すと説明しているが、法人税や法人事業税、地方税の法人住民税、地方特別法人税、中小企業投資促進税制、中小企業等基盤強化税制など数々のメリットがあると見られている。なお、ここで言う。 中小企業とはあくまで税の利面においてのものであり、税法以外の基準、例えば中小企業基本法などの基準から見れば、原始後も中小企業には該当せず、大企業に分類される。長く情報演芸会の中心を担ってきており、多くの情報芸人を育てたこと、関西一円に寄せ、劇場、映画館を多数持ち、集客効果を発揮して、 周囲の繁華街の発展に寄与したことは、その功績として誰しもが認めるところである。さらには戦前、安木節を流行らせ、前日の初代、桂春団子をめぐる放送番組の県や、京都の小畜と競合すると見るや振興資本の東宝と組んで、漫才イコールエンゲート映画を融合させるなど、今日のマスメディアと小ビジネスの関連性をいち早く見抜き、メディアミックスの手法を取り入れて、 大いに活用し躍進した。一時は大阪、新世界の通天閣も購入し、流星を誇っていた。とりわけ戦前の吉本の功績としては、漫才の近代化に積極的に取り組んだことが挙げられる。かつて漫才は、万歳という表記であり、楽器を持った音曲万歳が主流であったが、昭和初期以降、吉本所属の横山円達。 花火シアチャコをはじめとする演者、秋田ミノルラの漫才作家により、純粋に和気へのみで勝負するしゃべくり漫才を育て、これを漫才の主流とした。またそれまでの漫才の表記を現代風に漫才と変えさせたのも吉本である。こうしたしゃべくり漫才家の動きはやがて東京の漫才界にも及び現在に至っている。また戦後の吉本の功績としては、 伝統的な大阪にわかの流れを受け継ぐ、小竹新喜劇とは別に、東京、浅草のあちゃらか喜劇の流れを受け継ぐ、吉本新喜劇を結成し、大阪に、軽演劇というジャンルを根付かせたこともある。その後、本場、浅草では、軽演劇というジャンルが、ほぼ絶滅したのに対し、それが移植された大阪では型を変えながらも、今日まで続いている。一方、 吉本に対する評価が分かれるのは、情報落語に対する功罪である。とりわけ情報落語界のスターだった、初代春団治が1934年に死去した後、情報落語は一時絶滅寸前にまで衰退したが、その原因は、戦前の吉本の漫才重視政策にあるとする、関係者もいる。すなわち、前述のように戦前の吉本は、過度に漫才に力を入れ、 落語を軽視したために、それが、情報落語の衰退を招いたと見るのである。実際漫才の交流の前に、寄せの出番も減り、落語家からは廃業する者や自ら漫才師に転身する者が当時出てきたことは事実である。しかし戦前、吉本の幹部社員として漫才重視政策を推進し、戦後は吉本の社長も務めた、橋本哲彦は、演芸評論家。 香川都市長による聞き書きの中で客を呼べる落語家が減っていったのが真の原因として吉本が情報落語を衰退させたという説を全面的に否定している。また東京の演芸評論家である矢野誠一も当時の吉本の漫才重視政策が情報落語の衰退を加速させたことは事実としながらも当時の情報落語自体にも衰退する理由があり吉本が 情報落語を潰したとまでは言えないと結論付けている。吉本イコール大阪、お笑いというイメージも強いが、戦術のように、戦前は必ずしもそうではなく、前述の通り東京、横浜にも多くの寄せ劇場、映画館を所有し、柳谷金五郎、柳谷三木松、川田吉浦多くの東京の芸人を専属に抱えていた。戦後もデビュー当時の エリチエミのマネジメントを手掛けている。さらに戦前は、球団経営に参画し、戦後も映画会社、東映の前身の一つ、大野泉映画を設立するなど、工業資本としての性格も強い。一方、上方の演芸に対してだけでなく、東京の演芸に対しても、吉本は、高材賞を半ばする。まず、高の部分としては、大正末の関東大震災の際に、 被災した東京の演芸会に対して積極的に支援の手を差し伸べたことが挙げられる。当時、吉本の幹部社員が上京して被災した芸人を直接訪ねて歩き、疑問物資を配って歩いたと言われる。さらには東京の寄せが壊滅状態となって出演の場を失った東京の芸人を大阪に招き、吉本の寄せに出演させた。そのために後年まで 吉本の名は当時の東京の演芸会に恩人として刻み込まれたと言われる。さらに、吉本自身、大正末に関東進出を果たして以降、柳や金五郎、柳や三木松など多くの東京の芸人を育て、また東京、横浜に多くの寄せや演芸場を開いた。とりわけ、浅草花月劇場など、浅草公園6区の工業街に多くの劇場、 映画館をオープンして浅草の繁栄に寄与した。演芸評論家の小島定時によれば浅草花月は1935年にオープンするや、稲や浅草公園ロックの観客の熱狂的支持を集め、ロックの人の流れを変えてしまうほどであったという。また、呆れたボーイズを育て、東京の演芸にボーイズという新たなジャンルを確立しただけでなく、 東京の落語会再編にも乗り出し、落語芸術協会を立ち上げて、今日の東京落語会の交流の基礎を作っている。そうしたことを考えるならば、当時東京に進出していた、関西系工業資本三社、松竹、東邦、吉本のうち、東京の演芸会に対する寄与という点では、吉本が最も大きかったとも言える。他方、戦後は吉本が東京から一時撤退し、 大阪のローカル企業としての色彩を強めていったこともあり、戦前の東京吉本の歴史を知らない、東京演芸会の若い世代からは、大阪ばったりに見える吉本への批判や疑問の声が飛び出すことにもなった。例えば、人気がなければあっさり切り捨てるという点で、立川男子は、あいつらは戦前から売れねえと使いえ捨てるんだよ。たくれえでったら、やしねえよと著作において、 批判している。また永六介は、江戸商芸を徹底否定する戦略を打ち出す姿勢を問題視しており、毎日放送が対象テレビ寄せを打ち切って、サモン日曜をお笑い劇場に差し替えたことに激怒。絶縁以降は自身出演のラジオ番組、自身が受け負った連載で徹底的に揶揄するほど非難している。吉本興業の創業者は、吉本吉兵衛とその妻、聖である。 1912年4月に夫婦で大阪の寄せ経営に乗り出してから吉本の歴史は始まった。1913年には吉本工業部を設立している。吉本聖をモデルにした山崎豊子の小説、花の連では、この時期に吉本の経営の再配を振っていたのは聖であり、夫の吉兵衛は道楽者で経営には全く興味がなかったかのように書かれている。 しかしあの聖一の評伝、女工業士吉本聖によれば、吉本工業部主人として実質的に経営を指揮していたのは吉兵衛であり、聖はむしろ内助の功に徹していたという。ともかく、吉兵衛は1924年に37歳の若さで急死し、未亡人となった聖が経営の表舞台に立たされることになった。しかし吉兵存命中の1917年、聖は、 実定の林章之助を吉本工業武装監督として迎え入れている。また、吉米市後の1928年には章之助の実定となる林博隆も招いて、すでに吉本が進出していた東京、横浜地区の仕事を一任した。ここに創業家の吉本家に加え、生の実家である林家が吉本の経営陣に登場してくることになる。1932年に、 吉本工業部は、吉本工業合名会社になり、生が主催者、章之助が総支配人、広高が東京支社長に就任。ここに、大阪吉本を、林章之助が、東京吉本を、林広高が率いる図式が出来上がる。しかし戦前の東京吉本に詳しい演芸、評論家の小島定時によれば、当時の東京吉本は、形式的には、 吉本工業の東京支社を名乗っていたものの、実態は吉本株式会社として独立し、広高が社長を務めていた。しかもこの独立劇事態広高と兄の正之助間のトラブルによるものであったという。1938年には、吉本工業合名会社は、吉本工業株式会社に改祖、生が社長に就任するが、実際の経営は、 戦務となった章之助が担うこととなった。戦後の1946年、広高率いる東京吉本は、吉本株式会社として、正式に大阪の吉本工業から分離独立する。この独立劇も、広高と章之助間のトラブルの産物であったか、どうかは定かではない。以後も両者は協力して、力道山のプロレス工業を手掛けているところから、 この独立劇の背後に骨肉の争いがあったとも言えない。社史、吉本八十年の歩みには、終戦後の混乱の中で、吉本工業本体の経営を身軽にするために、東京吉本を切り離したという趣旨で書かれている。1948年、吉本生は吉本工業の社長から会長に退き、林翔之助が社長に就任した。この頃、生は、 専務を務める正之助に任せている吉本工業の経営を将来は溺愛する次男の吉本英右に継がせる構想を持っていたが英右は正の反対を押し切って歌手の笠木静子と結ばれ一条を設けた後に1947年に24歳の若さで病死してしまう後取りに先立たれた正は前述の通り正之助に社長の座を譲った後英右の後を 追うように1950年に60歳で世を去った。エミギトセイが相次いで世を去ったことで、吉本工業の実験は、名実ともに創業家の吉本家から林、章之助社長の林家に移ることになった。1963年、章之助は糖尿病などの体調不良を理由に社長を辞任した。後を継いだのは、東京吉本を率いる弟、広高で、 彼が大阪に乗り込み、吉本工業の社長に就任した。しかし同時に弘高は、東京吉本の自分の息のかかった幹部社員を連れてきたため、これ以後吉本工業内では、小之助、大阪吉本系と弘高、東京吉本系の社員間で主導権争いが続いた。弘高は新たに、巨大ボーリング場やインドアゴルフ場を開いて、経営の多角化を進め、 吉本の業績を急上昇させるなど、手腕を発揮する。一方、広田から東京吉本系の社員は、当時再開したばかりの演芸部門には冷淡であり、過月劇場を閉鎖しようとさえしたという。こうした路線に反発して、後に吉本の社長になる中村秀夫は、一旦吉本を退社している。一方、広高は後に脳拘束で倒れ、 1970年に再び、章之助が社長に復帰した。章之助の復帰に伴い、章之助に近い中村が吉本に復帰する一方で、広高、東京吉本系の幹部社員の多くは失脚し、当時幹部の顔ぶれががらりと変わったほどであった。その後、1973年に章之助は、社長から会長に退き、公認に橋本哲彦が就任した。 1977年には、八田武雄が橋本を継いだ。両者とも創業者一族以外からの登用である。しかし1986年に再び章之助が社長に返り咲くが、1991年には章之助の死に伴い中村秀夫が社長に就任。しかし1999年には、章之助の娘婿の林博明が社長を継ぐなど、 この時期社長の椅子は創業者一族と外部の間で揺れ動く。最終的に2005年の林博明の突然の死を受けて吉野伊佐が社長を継いで以来は再び外部からの登用が続いており今日に至っている。結局吉本は当初は経営陣の中枢を創業者一族で固める同族企業として出発したがその中で吉本生と林翔之助間で 指定官の、さらには、正之助と広高官で、兄弟間の主導権争いを繰り広げてきた。前者には、吉本や、対、林や、後者には、大阪対、東京という対立軸も加わり、様相を一層複雑なものにした。いずれの主導権争いでも、最終的に勝利したのは、正之助であり、その過程で、吉本工業の経営の実験は、吉本家から林や、 さらには、同家の小野助直系に移っていった。一方近年は、独自路線を強める吉野社長以下現経営陣に、対して、それを創業者一族離れと見る大株主の林家が、批判を強めている。特に2007年には、週刊現代が、創業者一族が棒を使って、副社長を強括というスクープ記事を載せたり、週刊新潮が、中高薄が暴力団。 山口組の威勢を背景に創業者一族を脅しているとの告発記事を掲載と週刊誌を使って経営権争いを有利に進めるためのリーク合戦をするに至り注目を集めた。こうした対立は老舗の同族企業にはよく見られるパターンとはいえその行方が今後も注目されるところである。闇営業問題発覚までは所属芸人の多くは契約書も交わしておらず 公約束すらしない状態が続いていた。松本人志などは契約金をもらったこともないし、このままどっかに移籍しても法的には一切問題ないと語ったことがある。また、タレントの送迎などをせず、どれだけ売れっ子でもマイカーや公共交通機関を使って移動する。慢性的にタレントの総数がマネージャーの総数を大きく上回った状態であるため、一人の マネージャーが多くの芸人を兼務しなければならず、結果テレビの第一線にいるタレントであっても十分なマネジメントを受けられない場合が多い。このため、吉本とは別に個人事務所を設けている者も,もいるほか、吉本とマネジメント契約を結んでいる人物は、基本的に吉本はキャスティングなどのみに関わっている。また、2000年代以降は既存の大手芸能事務所にも、 お笑いタレントが所属する例が増えたため、それらを引き合いに出して、福利厚生の薄さも批判されることも見られる。タレントのギャラは、不愛性のため、若手であまり仕事がない芸人の場合、銀行の ATM 手数料や交通費が、ギャラより高いといった現象が起こる。赤カや三サや島田信介は同様、コイン登りの替え歌で、ギャラより高い交通費と、たびたび歌うこともあった。また、 報酬がいくらであっても必ず吉本側が転引し、その後、報酬料金の厳選徴収制度に従い10から20%の所得税が差し引かれていることでも知られている。このため若手芸人は仕事が軌道に乗るまでは本業の他にアルバイトをすることも多い。吉本の若手芸人の約半分がアルバイトをしながら生計を立てていることが ジャイケル・マクソンで明らかになっている一方、親から数十万に及ぶ仕送りを受けている芸人がいることも18で明らかにされている。ただし、テレビの出演料、漫才などの賞ーレースや特番の賞金、CM 出演料などについては、吉本工業では、ギャラ以外でタレントが直接稼いできたお金は全額そのタレントの元に入るという。ただ、 チャドマレーンのチャドだけは工業ビザで在留しており、年収200万円以下だと更新が困難になるため、例外的に吉本と雇用契約を結んでおり、給料制になっている。そもそもタレントは芸能プロダクションに雇用されること自体が稀で、タレント自身の芸能活動のマネジメントの一切を芸能プロダクションに委任する専属マネジメント契約という形態をとるのが、 通常であり、吉本もこの形態を取っている。吉本は、関西の最古、最大手プロダクションだけではなく、日本最大手のプロダクションでもあり、ジャニーズ事務所や、バーニングプロダクション、渡辺プロダクションなどの大手と同様、芸能界に影響力が強いことから、専属契約に対する影響力は大きい。自分の意思で仕事を選べるほどの立場にない。 売り出し中の所属タレントに対しては雇用関係に極めて近い高速性、配達性を持っているほか、表だって吉本工業を離れた者や離反した者には徹底して仕事を回さないよう芸能界に働きかける力を持っており、離れる者はタレントとしての生活を諦める覚悟が必要とされていた。その例として、ルーキー市議一のように吉本と対立した者、 B&B、大平三郎、大平四郎コンビのように、東京進出のために反対を押し切って独立したもの特に不祥事を起こして契約解除されたものの場合は、他事務所と契約する例も解無に等しく、事実上の芸能界追放となる。横山康氏のように、契約解除された後で、 他事務所に移籍しても細々と活動することしかできなかったりと芸能界に戻れたとしてもかつての栄光を取り戻すことはできないケースが多い中山本圭一のケースは10年間の芸能活動禁止を経て吉本に復帰した稽古な例であった不詳事らみではなく大平三郎のように単に事務所に反旗を翻しただけのような場合は厳しい条件を飲んだ上ではあるが 吉本工業に復帰した例もある。なお、吉本工業時代にメジャーデビューを果たせずに契約を解消し、他の事務所に移籍した後にメジャーデビューを果たしたタレントと現在吉本工業に属するタレントとの共演は可能である。またメジャーデビューを果たしていても、当時無名に近かった、板尾一次が不祥事を起こした際は、数ヶ月間の芸能活動自粛で済んだなどの場合があった。 他に横山ノックのように、吉本に在籍した上で吉本を離れた後も、吉本の舞台に出演し続けることを条件に、円満に契約解消した例もある。前述する通り、売れっ子になれば、高額の報酬が得られるため、吉本でメジャーデビューを果たせずに移籍する以外に、吉本から移籍、独立するタレントは少なかった。しかし、労働契約の実態については、 所属タレントは原則とし、闇営業問題発覚後2019年に発覚した所属タレントの闇営業問題では、事務所の圧力により会見予定が立てられず、結果、宮迫、助による自主会見に至ったという権威があった上、前述したタレントマネジメント体制のずさんさが原因になっているとの指摘もあり、後者については、 吉本所属タレントも含めた内外から批判が相次ぐこととなった。厚生取引委員会は2019年7月24日の定例記者会見の席にて契約書類の不在の件について触れており、契約書面の不存在は競争政策の観点から見て誠に問題があると考えるという認識を示している。これに伴い、 吉本工業は所属タレントが依頼された仕事をすべて会社に報告することなどを定めた共同確認書を作成し全所属タレントに署名させることを発表した。また、この問題に前後して厚生取引委員会が事務所の圧力行為が独占禁止法における優越的地位の乱用や取引妨害に抵触する恐れがあるとの見解を出したことから芸能人が芸能事務所から 大社、独立が相次ぐ契機になったとの指摘もあり、吉本工業からもオリエンタルラジオなど、円満に契約解消するタレントも出てきている。上下関係もお笑い事務所の中では、厳しいとされる。年齢が何歳であろうと先に入ったものが先輩、というルールが根底にあり、中学生で吉本工業入りしたりあるキッズに対して、成人の後輩が、3及び、 兄さんと呼ばなければならなかったというエピソードは、たびたび、島田紳介らにネタにされている。ただし、時代とともに厳しい上下関係はきつくはなくなってきており、後輩は先輩に対して、敬語を使う、さんおび、兄さん、姉さんと呼ぶくらいである。また、先輩後輩関係なく仲のいい芸人は多く、年上の後輩に、さん付けするタレントも、多いなど絶対ではない。 その例として、吉本入りの遅かった、江戸、春宮年下の先輩と年上の後輩コンビである、パンクブーブーなどが挙げられる。オール巨人、チャーリー浜、中田カウスなどのベテランを筆頭としたスパルタ教育も根強く残っているが、現在は NSC 出身のタレントが多いため、実力はつけたとしても一戦で活躍できないタレントがほとんどであり、現在でも、 師匠を持つタレントは、ごくわずかとなっている。他者との違いを示す顕著な例として、おぎやはぎが、人力者は上下関係がゆりい。芸歴は上だけど、年下のアンタッチャブルには、ため口で話していると話した際に、雨上がり決死隊の宮迫広之は、吉本だったら考えられないと述べている。吉本工業本店、吉本工業は、大阪、東京に本社を置き、それぞれ、 大阪吉本、東京吉本と呼ばれている。それ以外に、札幌、横浜、東海、福岡に、支社、東北、福島、新潟、広島、四国に、事務所、沖縄に子会社を置き、その中でも東海、札幌、福岡、広島、沖縄は、名古屋吉本、札幌吉本、福岡吉本、広島吉本、沖縄吉本と呼ばれて、 地元では親しまれている。吉本の各地方事務所は、それぞれ地元のローカルタレントを所属タレントとして抱えている。彼らの多くは、ローカル局で制作される地元の番組で司会やレポーターを務めているが、中には地元での圧倒的人気を背景に、東京吉本に移籍し、活躍の場を全国区に移すものも少なくない。逆に、東京、 大阪の吉本から地方の吉本へ移籍し、活躍の場をあえてローカルに求める者もいる。地方の吉本の中で最も成功していると言われるのが福岡吉本である。大阪や東京のお笑いを持ち込むのではなく、福岡発のお笑いを育てるという方針を当初から徹底しているために、地元のテレビ局の信頼も厚く、今や福岡では、 朝から深夜に至るまでテレビで福岡吉本のタレントの顔を見ない日はないほどである。花丸大吉、バッドボーイズ、パンクブーブー以外にも別事務所へ移籍したカンニング竹山、広志など福岡吉本出身の芸人の全国区での活躍が目立ち、改めて九州に福岡吉本ありを全国に印象づけることとなった。福岡吉本は 地方の吉本の中では最も多数の芸人を抱え、大阪吉本、東京吉本に次ぐ拠点となっている。また名古屋吉本も直接全国区の売れっ子を出したことはないものの、スピードアゴン、ザブングル、スギちゃんなど出身芸人が別事務所へ移籍後に全国区へ出世したケースが見られ、一部で注目されているという。ロゴマークは基地の字を丸で囲んだものであり、 2007年10月1日から使用を開始している。基地の字を笑顔に見立てたこのマークは、実は二代目であり、初代は四津花火市の中央に、元吉と右書きで書かれたもの。2代目は昭和30年代半ばに制定されたもので、当初は影付劇場の広告にも用いられていたが、昭和50年代以降は対外的に用いられなくなっていた。 1994年に三代目のロゴマークが制定されたが、これは吉本のようと笑顔を掛け合わせたデザインとなっており、2007年9月まで使用されていた。本業のお笑いの影に隠れがちだが、吉本工業はスポーツとの関係も深い。特にプロ野球とプロレスの早々期には大変重要な役割を果たしている。まずプロ野球であるが、1934年の アメリカメジャーリーグ選抜軍内日を契機に、日本では当時消滅していたプロ野球球団結成の機運が高まった。これを受け、勝利期末太郎の温度のもと、吉本工業は、同年に、京成電鉄や東芝らと共同出資して第2本、東京野球クラブを設立した。そして、吉本工業総支配人の林翔之助が、巨人軍の役員に就任し、 球団経営に参画した。第二本東京野球クラブは、東京巨人軍への解消を経て、戦後の1947年、読売新聞社の完全系列化に入り、吉本工業との資本関係は切れた。また戦後のプロレス早々期において、大相撲の力士を廃業していた力道山を担ぎ出し、プロレスブームを起こしたのも、吉本である。1953年に、 アメリカでのプロレス修行から帰国した力道山を迎え、大阪の吉本工業社長、林昌之助、東京の吉本株式会社社長、林博高の林兄弟が、新田建設社長新田新作、老局の工業士、長田貞夫と共に設立したのが、日本プロレス協会であった。早速力道山を主役に、プロレス工業を始めて、大人気を博し、特に力道山が、 木村正彦と組シャープ兄弟と対戦した試合は日本テレビと NHK を通じて全国に中継され話題を呼んだ。当試合は日本テレビの独占中継の予定だったが NHK が吉本サイドを通して強引に割り込んだという逸話もある。こうしてプロレスブームを背景に1954年に日本プロレスリング工業株式会社を設立。 社長に神殿が取締役に吉本の林兄弟や長田良が就任した。以後も吉本はプロレス工業を手掛けていくが、やがてプロレス人気に陰りが見え始めたこと、力道山とスタッフの関係が悪化していったことなどもあり、1957年の工業を最後にプロレスから手を引いた。その後、吉本工業は大阪1000日前に、 西日本最大規模のボーリング場、吉本ボールをオープンさせて、大阪のボーリングブームに火をつけたり、その屋上で大規模なインドアゴルフセンター、吉本ゴルフセンターを経営したりしていた時期もあった。その後1990年代、マルチ企業への転換を図る中で、再びスポーツの世界に手を広げている。1996年には、吉本女子プロレス JD を旗揚げして、 再びプロレス工業に参入した。1999年には、元プロ野球選手の小坂勝人が、吉本工業社員となっていた関係で、小坂の働きかけで社内にスポーツマネジメント部門を新設し、現役メジャーリーガーであった、長谷川重敏、石井和久らを皮切りに、長島明弘、ボビーバレンタイン、川口誠子スポーツ選手のマネジメントに乗り出した。 また2002年には、社会人ラグビーのオス、神戸聖光と2005年には、プロ野球球団オリックスバファローズと業務提携し、オリックスの清原和弘を、吉本新喜劇の舞台に登場させたりしている。2006年には、野球、チーム吉本ベースボールクラブを設立し、社会人野球に参入することを検討中とも、伝えられていた。2007年の夏に、 大阪の長いスタジアムで開催された第11回世界陸上大阪大会のスポンサーも務めた。現在、吉本はホリプロと並んで多くのスポーツ選手が在籍している。現在もアメリカの大手スポーツマネジメント会社であるオクタゴンワールドワイドと業務提携関係にあるほか、2009年1月5日にはスポーツ関連のコンサルティング会社、 スポーツマーケティングジャパンを買収したと発表した。吉本のお笑いに魅せられ、吉本ファンになった文豪、文学者は少なくない。しがな親は戦前、しばしば大阪の吉本の寄席を訪れているところを目撃されている。長い家風の日記、団長帝日常を読めば、家風が戦前、戦後を通じて浅草加月劇場の常連客であったことがわかる。 吉本の幹部社員とも親しかった小田作之助は代表作夫婦全在の中で主人公が宝泉寺の花月を訪れるシーンを描いている。辻国夫は若かりし頃浅草花月の楽屋に入り浸り将来小屋の文芸部員になることを考えていたという吉本そのものを題材にした文学作品にもこと書か,かない。最も有名なのは 吉本工業の創業者、吉本聖をモデルにした山崎豊子の花の蓮であろう。この作品は第39回直木賞を受賞し、翌年豊田史郎監督により、淡島千景、森重久屋のコンビで映画化されている。同様に吉本聖をノンフィクションで描いた矢野聖一、女工業士吉本聖もある。この作品は、 桜月き女工業師吉本聖と題して1991年に森光子主演で帝国劇場において上演された。2017年に放送された NHK の連続テレビ小説ワロ天下は吉本聖をモデルとした主人公が大正から昭和期にかけて活躍する様子を描いた作品となっている。他には浅草花月を舞台に 戦前の東京吉本を描いた高見淳のいかなる星のもとにがある。主人公小柳正子のモデルは当時の吉本賞の踊り子立木正子と小柳咲子と言われている。この作品も戦後の1962年になって東宝で豊田史郎監督により映画化された。また、直木賞作家 南馬都市蔵の小説吉本工業は、戦前、戦後の吉本工業とその芸人たちを描いている。この本は2017年、前述の和の天下の放送に合わせて、笑いで天下を取った男吉本王国のドンと編、題され、表紙も一新されて再版された。吉本の芸人に題材を取った作品も少なくない。中でも、初代、桂春男児を扱った。 長谷川公園、小説、桂春男児、藤正春、桂春男児は有名。平成期には、戦前の東京吉本のタップダンサー、中川三郎を描いた乗越高尾、ダンシング・オール・ライフ中川三郎物語と、同じく戦前、東京吉本のトップスターだった、三味線漫談の柳屋三木松を題材にした、吉川牛を、浮かれ、三木松が発表されている。 ベース吉本梅田花月京橋花月が入居していた危機、京橋国道53号線から見た3丁目、劇場ある、あるいう劇場。ありがとうございます。